自己物件階段怖い間取りは、自己物件住みます芸人、松原谷氏によるノンフィクション書籍。第一作が2018年、第二作が2020年に、太見書房から刊行された。なお、本項目では、漫画版、中田秀夫監督、亀梨和也主演の映画版についても記述する。売れないお笑い芸人だった松原谷氏は、2012年に、 松竹芸能の先輩である北野誠が出演するテレビ番組北野誠のお前ライクな。僕らは心霊探偵団ギアセカンド3から12で行われた企画松原谷氏のパラノーマル日記で幽霊が出ると言われている自己物件に住むことになる。その際に数々の不可思議な現象を体験したので企画終了後も賃貸契約の更新時期が来ると 別の事故物件に引っ越し続けていて、2020年4月時点では10件目の事故物件に住んでいる。実際に住んでいた物件も含めて、これまでに訪れた数々の事故物件を、間取り図付きで紹介する、実話階談集として、2018年6月26日に、第1作、事故物件会談怖い間取りが刊行される。2020年に映画化が決定して、 同年7月6日に続編となる第2作、自己物件怪談怖いマドリニが刊行される。松竹芸能松原谷氏プロフィールより、松原谷氏の実話を原案として、2018年7月から雑誌、本当にあった、愉快な話で、自己物件の漫画作品を連載していた宮本組と組んで、僕んち自己物件、同年9月から、ウェブコミック配信サイト、 柔らかスピリッツで、奥香りと組んで、ゼロから始める、自己物件生活の連載が始まる。自己物件芸人のお部屋行ってみるんです。シリーズは、2019年から雑誌、あなたが体験した、怖い話で、小形知恵と育与が松原と一緒に、自己物件巡りをした時の模様を漫画化した作品。荒筋松原谷氏は、売れないお笑い芸人として、アルバイトに追われる日々を過ごしていた。 ある日、地元の大阪で行われた TV 番組、北野誠のお前ライクなのトークイベントに出演する機会があり、その後の打ち上げに参加すると、北野誠が番組の企画で自己物件に住むことができる人物の募集をしていたので、それに応じて自己物件に引っ越しすると数々の不可思議な現象に遭遇することになる。登場人物連載雑誌連載ウェブコミック。 配信サイト書事情報、事故物件怖い間取りのタイトルで、2020年8月28日に、全国335スクリーンにて公開された。監督は、中田秀夫、主演は、亀梨和也。工業通信社の週末映画動員ランキングでは、初登場1位となり、8月29日、8月30日の2日間での、動員は26万3千人。 公衆は3億5800万円を記録した。続いて、翌週の週末映画動員ランキングも1位となり、公開から10日間での累計は、動員78万3000人、公衆10億4000万円となった。売れない芸人、山野山メは、相方の中井からコンビ解消を突きつけられる。放送作家の卵となった中井は、京阪テレビの松尾プロデューサーに、芸人が、 自己物件に住む企画を提案し、その企画をヤマメが行うことになった。もともとヤマメのファンであり、メイクアップ担当として、テレビ局に勤める小坂あずさには霊感があり、ヤマメの住む自己物件で他の人には見えないものを見てしまう。ヤ目メと中江が住み始めた自己物件では、様々な心霊現象が起き、危険な目にも合うが、二人はそれをネタに、テレビでレギュラーをつかみ、 どんどん売れっ子になっていく。しかし、中井の母が倒れ、父が自己死するなどを、不幸が続くと、中井は、もう自己物件からは手を、引けと言い残し去っていく。そして、やもめに、東京寝室の方が舞い込み、市は、その物件は、危険すぎると必死に引き止めるが、自己物件怖い間取りに関するカテゴリー、ありがとうございます。